この日は約4ヶ月ぶりにキャスト4人が勢ぞろい。カズと宅でのクリスマスパーティーシーンが撮影開始。じゃあ段取りやってみます。まずはリハーサルから。とここで監督から4人にこんな一言が。テンションというかグルーヴ感取り戻してもらうために涙でやってでみんなちょっとプレゼント交換するみたいのを、まあ、ちょっとドキュメンタリーで撮ります。ということでプレゼント交換のシーンは4人のアドリブで行うことに。じゃあ段取りいきます。はいよーいスタート。はい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 。率先してその場の空気を作っていくのは山田さん。あ、まだ俺のもう任したよ。そうだ、任したよみたいな。4ヶ月ぶりに揃ったとは思えないほど息ぴったりの4人のお芝居。この4人でしか生まれない空気感が現場を包み込んでいく。そんな撮影の合間にトランプを持って何やら準備を始めた坂口さん。マジックを披露し始めて。じゃあ好きなところでストップ。以上。じゃあまた好きなところでストップ。そこ、ピザ持って減らしでいいんじゃないですか。減らしで、まあ、あとピザだけ減らして、まあまあ、どうなるかっていう、まあ、難しいですけどね。わかりました。あのメインそうですね、その紙の上に乗ってるよ。ああ、ありました。いきます、うん、え、すごい。え、お、それすごい。すごい。なにそれ。すごみなさんこんにちは。小松菜奈です。坂口健太郎です。この度映画余命10年のリリースが早くも決定いたしました。発売以来 SNS を中心に反響が広がり、ベストセラーを記録する涙よりも切ない恋愛小説が待望の映画化。限りある時間、限りない愛、これはかけがえのない今日を生きる全ての人へ送る物語です。映画余命10年をぜひブルーレイ&DVD でお楽しみください。彼女は最後の10年を生きる。まるで人生の始まりみたいに。退屈でボケちゃうかと思うと、もうさっさと死なせてくれって毎日思ってた。これっていつまで続くんだろうと思ったら、ふわっと。なんだよそれ。真鍋くんのことよく知らないけど、それってすごいずるい。心の色形、とりあえずやれることからやってみようかなって。私も頑張るからさ、もう死にたいなんて思わないでください。あといくつ心臓があれば僕は君の手を掴んで。普通って何？私のこと何にも知らないで勝手にいろいろ決めつけないでよ。俺がまつりちゃんのことを守るから一緒にいてください。これ以上カズ君といたら死ぬのが怖くなる。また一つ季節を越えていく。夢みたいに続く日常がいつか終わるとしても。私間違ってなかったよね。これでよかったんだよね。会いたいよ。